今の声はまさか。いや、そんなバカなことはありえん。母様は結城照美によって教会に落とされたはずだ。教会の奥深くに落ちたものを引き上げるなど、たとえ私でもそう簡単には。だがこの状況、ここがイカルガだとするならば、先ほどのあれが自傷干渉だとしても大規模な転移が行われたということになる。この圧倒的な魔力、やはり本物の母様か。夢、それに冥王イザナミだと。私がずっと感じている違和感と何か関係があるのか。こちらテイガー、ここの絵、異常事態発生だ。ああ、状況は把握している。今どこにいる？風持だ。お前までイカルガに飛ばされたのか。一体何があった？詳細は後だ。まずは闇子に移動しろ。神楽たちと合流してから対策を協議する。それからもしノエル・バーミリオンを見つけたら最優先で保護しろ。あの神楽睦月の部下をか。了解した。死神と荒船はどうする？無論奴らも見つけた場合は捕獲対象だが、最優先はノエル・バーミリオンだ。いいか、ノエルだけは必ず保護しろ。お前がそこまでこだわるか。了解だ。ノエル・バーミリオン、第十二素体にして青の継承者。バックアップデータとの差異を考えると、先に手を打たねばどうも面倒なことになりそうだ。色が見える。この色が彼女の色。でも少し霞んで、彼女が彼女の形を認識できていない。でもすでにモンはあの目に認識されてしまった。もし再び認識されることがあれば、今度は門が開いてしまうかもしれない。それだけは阻止しなければならない。それが私の役目。そう、それが役目。私は青の守護者。今の声は？ナイン。ナイン・ザ・ファントム。六英雄ナインか。視覚者だと？くだらん。どうやら今の声はナインたちが視覚者と呼ぶ人たち全員に届いているようですね。そしてその全員が僕と同じように自傷干渉によってイカルガへ飛ばされたと。しかしこれは本当にただの自傷干渉なのか。人物や物事個々へ向けて仕掛けられた干渉ではない。今のは世界そのものに対する自傷干渉だ。ええ、通常では考えられない規模です。今の声と先ほどの自傷干渉、どちらからもはっきり感じました。これは虚像などではなく、間違いなく彼女の力です。ならファントムとかいう輩は六英雄を情報をもとに構築されたものではなく、大魔導士ナイン本人ということか。はい、間違いないと思います。ですがいくらナインでもこれほどの自傷干渉を引き起こすなんてできないはずです。だが実際に起きた。高間ヶ原システムがあれば利用することもできるだろうが、今はそれもない。ええ、本当にナインによる自傷干渉なのか。イザナミによるものならばまだ理解もできるが。私もそう思います。ですがこの魔力の気配は間違いなく、
記憶や情報には影響がない。これは状況に対する自傷干渉、いやむしろ閉じていた記憶や情報を開いたのか。どちらにしても不可解だな。あれが本物のナインならなぜこんなに回りくどいことをする。おい、貴様に何か心当たりはないのか。同じ六英雄だろう。いえ、特には。そうか、申し訳ありません。ですが何か胸騒ぎがします。憂いていても仕方がない。とにかくここでは何も状況がわからない。街中へ行くぞ。あのジンさん。なんだ。九重さんを探してはもらえないでしょうか。九重だと。はい。先ほどの話と関係があるのか。それはわかりません。ならば断る。ですが。言っておくが、貴様との契約はルナとセナを助けるということだけだ。それ以外の指示を受けるつもりはない。僕の体に制限時間があると言ったのは貴様だろう。もちろん分かっています。でもこれはあなたの目的にも関わってくる可能性がありそうなのです。僕の目的だと。ラグナさんを倒すおつもりなのでしょう。それと九重とどんな関係がある。すみません、まだはっきりとは。あなたや私の目的を遂げるためにあってはならないものがないか確かめておきたいのです。そのあってはならないものがこの大規模な自傷干渉にも何か関係があると考えているわけだな。はい、可能性を拭い切ることができないのです。ないなら、いえ、ないんだからこそそれが可能だと。くだらん。そんな確証のない話を信用できるものか。お願いします。今はどうか私を信じてください。貴様の勘とやらに付き合わされることになるとはな。ジンさん。ここがイカルガで今がこれまでの事象をたどっているのなら、ここの絵はおそらくカグラのところにいるだろう。もちろんこれも確証のない話だがな。では私もあなたの勘を信じることにします。急ぐぞ。はい。今の声、お姉ちゃん。何なんだよ今の。しかも殺しなさいって、なんか物騒だな。ナオトにも聞こえた？ああ、女の人の声だろ。なんだっけ、夢を叶えたければ冥王なんとかを殺せとか。あと、そうだ、青を手に入れろ。あ、そう、青、青だよ。その青って冥王ってやつが持ってるってことなのか。わからないけど、どうなんだろう。今の声がお姉ちゃんなら何か知ってると思うんだけど。お姉ちゃんってことはあんたの身内ってことだよな。一体どういう。急ごう、私行かないと。え、行くって。今聞こえた声、私のお姉ちゃんの声なの。でもなんだか変、すごく嫌な感じ。お姉ちゃん普通じゃない。だから探さないと。あ、うん、いや俺としても青の情報があるならあんたの姉ちゃんを探すのはむしろ大賛成なんだが。待っててね、お姉ちゃん。ちょっと、おい。
その前にここどこだよ！